新1年生から選ぶ箱根駅伝区間予想。よろしくお願いします。さあやってまいりました。この企画なんですけども、はいはい、初めてやりますかね、この企画。そうですね、新1年生限定で2025年の箱根駅伝の区間予想をやると。しかも大学関係なく、うん、オールスター制です。なるほどね、はい、妄想中の妄想ですね。妄想中の妄想。はい、そうです。次の1年生ってことですよね、大学に行く。そうです、はいはい、だからまあ言ってみたらまだ高校生かな。ですね、まだ高校3年生ってことだね、はい、うん、卒業したかしないかぐらいですから、うん、そのメンバーで箱根のメンバーをオールスターで選んでもらうと、夢のある企画ですよ。はい、という夢ですね。でまずはですね、1区から5区までお願いしたいと思いますけど、うん、はい、まずはですね、ヨッシーからいきましょうか。お、はい、どうしてる。僕はですね、こうなりました、うん、じゃん。おい、1区折田選手、青学ですね、はい、で2区山口選手、これは佐久長聖から早稲田に行く山口君、うんうん、はい、で3区に松井君、東洋大学行きます、うんうん、で4区に岡田君、中央大学ですね、はいはい、で5区に川原君ですよ。なるほど、大、なるほどね、はい、うわさ、これ強くないですか。これやばいね、これ往路優勝するんじゃないですか。どこで戦うのかな。いや、まあ、夢のあるメンバーが揃ったな。ねえ、うん、まあ、まず折田君はですね、はい、まあ、都大路1区区間賞ですよ、うん、そうね、ね、うん、で 5000m も高校記録を出したんで、はい、もうやっぱ1区のスタートでいいんじゃないかなと思うんですよ。なるほどね、はい、うん、青学でもね、もしかしたら1区の可能性も十分ありますから。なるほどね、はい、実際にもちょっと見たいです、うんうんうん、この方ね。なるほど、はい、で2区は早稲田の山口君にしました。あ、はい、はい、まあ、都大路はね、うん、3区で日本人1位でしたね、うん、都大路の3区って結構アップが激しいんですよ、はい、なるほどね。なのでこの2区のね、タフなコース、うん、しっかり攻略できるのはこの方なんじゃないかなと思います。なるほど、はい、そして3区に松井選手。これ松井くんか、はい、もう東洋のもう期待の星ですよ、うん、この方は。都大路はね、1区で2位、うん、そして都道府県駅でも1区で2位っていうね、うん、もうロードでめちゃめちゃ安定してるんで、はい、もう往路に僕は抜擢したいと思います。なるほど、はい、そして4区に岡田くんにしましたね。お、はい、まあ、都大路はねちょっと体調不良で出れなかったんですけど、うん、都道府県で5区で4位で、うん、でロードに強いんですよこの方、うん、なるほど、はい、つい最近ですね、うん、トラックで28分38を出したんですよ、うん、はい、これね高校歴代12位らしくて、すごい、はい、だからもう箱根とかね、まあ、1万メートル強い選手、うん、やっぱ伸びますから。確かにね、この方がもう僕は往路でいいかなと思って選びました、うん、なるほど、はい、うん、で5区はもう川原選手ですよ、うん、そっか、もうみんな川原くんじゃないですかここは。かな、やっぱ本人がね5区走りたいっていう風に言ってますし、まあね、で上りも強いですし、うんうん、で今井さんが来ますし、うん、そうね、ね、実績でいくと、うん、まあ、都道府県駅伝1区1位ですですよ、うん、で1年生から僕は5区で見たい選手ですねこの方。なるほど、はい、うわ楽しみですね。なんか夢がありますねですね、うん、やっぱどうちゃんどうなるんか一緒かもしれないですね。可能性ある区間何個か見えますけどね。見えますね、はい、ちょっと注目したいですね、はい、どうちゃんいけますか。はい、どうちゃんの、オールお願いします。はい、もうびっくりです。お、こちらです。どっ、おい、うん、1区岡田選手中央大学、おい、2区折田選手青山学院大学、うん、3区山口選手早稲田大学、うん、4区松井選手東洋大学、はい、5区川原選手順天堂大学。びっくりですね。確かにもう5人全部一緒です、ね、5人一緒なんだ、はい、オールはこの5人ってことか。マジか。いや意外とですね、はい、これをこう選定するときに、はい、大学があんまり勝たない方がいいかなとか考えてたら、うん、こうなりました。ああ、そういうことね、はい、でもそういうことを考えずによしは決めたんでしょ。僕はあんま考えてないですね。はい、だ結構ね一緒になりましたけど、はい、多分視聴者の方に聞いたら、うん、結構バラバラになると思う、うん、全然違うと思うな、うん、ちょっと教えてください。1区から、うん、はい、1区は僕は岡田選手にしました。いやいやいや、ヨッシーの4区ですね、うん、やっぱ中央大は記録会がちょっと聞いてますかね最近あった。そうね、はい、28分台、はい、いきなり出しましたから、はい、やっぱ岡田選手強いんだなと思って。なるほど、高校時代もインターハイとか活躍してた選手なんで、うん、スタートでいいんじゃないかと思いました、うん、なるほど。で2区は折田選手、うん、もう世代のトップランナーということで2区にしました、うん、やっぱエースは2区ということで、うん、もう本当折田君強いんでね、うん、はい、で3区は山口選手、うん、なんか往路に絶対置きたい選手なんですよね。そうですね。でこういろいろはめ込んでいったらやっぱ3区が一番こう山口君に合うのかなみたいな、うん、まあ駅伝でも3区とか走ってますから、はいはい、まあ、3区は山口君にしました、うん、で4区は松井選手ですね、うん、
やっぱ埼玉栄の時でもね、やっぱ1区はよく走ってましたけど、うん、強かったんですよね、やっぱ2位とか多かったんで、うん、だから4区で無難にしっかり走ってくるんじゃないかなと思いますね、うんうん、1区から4区メンバー違えど全員バラバラですけど一緒ですね、一緒ですね、うん、びっくりしました。だから出した時よし、ね、でも同じ区間一人もいないんですね。そうなんですよ、そうですね、区間はバラバラなんです。これも面白いですね、うん、ここは一緒ですけど、ここはそうですね、5区は川原選手ですね、うん、やっぱり希望してるということと、はいはい、今井さんが僕はやっぱりね、教えるから、うん、絶対なんかいい走りしそうですね。そうですね、はい、分かる、うん、で走り方もなんか極に向いてるような走り方するんで、うん、であと気持ちも強いランナーですから、うんうん、ちょっと極川原くんでいいんじゃないかと思う。1年からあると思いますか。あると思いますよ、本当、はい、夢がありますね。やっぱ島で、うん、この上りのコースとかめっちゃ走ってるんですよ、うん、本当に期待します、これは。なるほどね、うん、わあ、1年から極はみたら山の神でね、はい、山の神が教える新生山の神かもしれないからね。そうなんですよ。でタイミング的にいませんよね、うん、順大に極が、そうそう、もう石井君だったんで、4年生だったんで、うん、なるほど、はい、わかりました、楽しみです、はい、ではですね、これはオール思ったんですけど、うん、5人一緒だったでしょ、うん、2人は、はい、で2人の中で新1年生のベスト5かな、オールってことこの5人。そうですね、もうそうなります。そうですね、うん、はい、ってことは順位付けになると、まあ、6位から10位が袋になるのかなとか思ったりしますけど、はい、まあ、得意ね、区間もあると思いますけども、はい、ちょっと楽しみです、はい、袋お願いします、はい、さあそれでは袋どちらからお願いします。はい、僕からいきます。わあ、ドン。おい、6区立田子選手、おい、7区吉岡選手、おう、8区山口選手、そうかろんですね、うん、はいはい、はい、で9区は大浜選手、うん、大東大、うん、で10区は飯国選手ですね、奥学院ということで、はいはい、すごいな、こうしました。なるほど、はい、わ、もう立ち雑魚くんは、はい、やっぱもうなんか1500とか強いランナーなんで、うん、ちょっとやっぱ下りを考えましたね、スピードランナーということで。なるほどね。で、まあ、スピードランナーをこの世代で考えると立ち雑魚くんがやっぱり一番かなと思ってます、うん、はい、痛いね、確かに、はい、うん、で7区は吉岡くんにしました。お、非常にここはいろんな選手はめ込んだんですけど、うん、吉岡君に落ち着きました、はい、日体大に行くんですけど、これ吉岡選手の、吉岡博人君の弟さんなんです、うん、そうですね、はい、うん、でなんか都王子は素晴らしい走りだったんで、うん、やっぱこう伸びてる選手かな、日体大のエースになってもいいような選手なんで、なるほど、吉岡選手にしました。なるほど。で8区は山口選手ですね、うん、創価大学大牟田高校から、うん、はい、この方なんかタフなコース似合ってるような感じがしました。確かに、確かに、はい、なんかいろんな走りができそうで、うん、追いつかれてもいい走りしそうですし、うん、逃げてもいい走りしそうですし、だから山内くんをね8区にしましたね。なるほど。で9区は大浜選手、大東文化大です。そうですね、もう大浜くんはね、うん、28分で早々と高校時代出してますから、うん、もうやっぱ裏のエースでいいと思うんですよね、まあ、表でも良かったんですけど、うん、もう裏で一番長い距離はちょっと行ってもらおうと思って。なるほど。で10区は飯売選手ですね、国学院大学、うん、はい、久我山ではねエース級の選手だったんですけど、うんうん、この世代の中でもやっぱり10位以内には僕は入るんで、飯国君がですね、だからやっぱ10区で最終的にゴールテープを切ってほしいですね、うん、なるほどね、はい、あ、ほう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 、これ MC 年なのかな。いや、これは一緒じゃないと思うけどな、結構やっぱ大学別で意識してますね。いや、意識しましたね、はい、なるほどね、一緒にならないように、はい、うん、そういうことか。大学のやっぱこの世代各エース級いますからね、うん、結構ドラ1を集めたって感じですか。いや、まあそうですね、それもあるんですけど、うん、まあいずれエースになるんじゃないかっていう人たちを考えてみましたね、うん、なるほどね、各大学、はいはい、ね、わかりました、はい、ちなみに後でキャプテン聞きますからね。キャプテン、はい、キャプテン後で聞きますから、はいはい、考えておいてくださいね。キャプテン、はい、はい、ではヨッシーの袋お願いします。はい、僕はこうなりました。ドン。ほい、6区は永原選手、順大、はい、そして7区は山口選手、総合大学ですね、うん、8区に宮崎選手、東洋大学、はい、9区に桑田選手、はい、駒沢、駒沢、うん、10区に安島選手、うん、青学です。なるほど、はい、1人だけじゃん、山口選手、山口君だけ、だけですね。わ、僕はちょっとその大学被らんようにはしてないですね。なるほどね、はい、まあ、6区永原選手はね、うん、あの3勝のね高校ナンバーワンの記録を持ってますから、うん、もうオールラウンダーだと思うんですよ、うん、この選手、うん、本当どこ走っても強い走りする、うん、1区でもいいし、うん、なんなら5区でも強い走りすると思うんで、そうなってくるとやっぱ一番適性が難しい6区を永原くんにしようと思いました、うん、なるほどね、はい、で7区に山口くん、総合大、うんうん、もうこの方も本当ロードに強いんですよ、うん、とにかく、まあ、都王子3区4位、うん、そして都道府県も5区3位でしたから、うん、
で、まあ僕はね、一番走りやすいところでいいのかなと思って7区にしました。うん、なるほどね。はい。で、逆にね、この8区のタフなコースを宮崎くん、うん、東洋大学ですね。この方もね、登り強いらしいんですよ。もうなんなら5区を走るかもしれないらしいんで。へぇ、うん。で、宮古島もね、1区3位で、ロードも強いんで、うん、このタフな8区、宮崎くんにしました。うん、なるほどね。はい。はいはいはい。で、9区に桑田くんですね。そうだね。ましたね。はい、うん。この方もロードに強いですよ。うん、で、もう28分台も持ってますから。ああ、そっか。はい。なので、この裏のね、一番長いとこは桑田くんにしたいと思います。うん、なるほど。はい。そして10区に安島選手ですね。うん、もうこの人もロードに強い。うん、岐阜の1区では28分台出してますから、うん、はいはい、で都道府県駅伝では1区で3位、うん、もうちょっと10区に置くのももったいないぐらいの選手なんですけど、もうトップ10にやっぱ入ると僕は思ってるんで、うんうん、入れました安島くん。なるほど、はい、すごいメンバー、まあ、結局一人だけしか袋は被れなかったです。そうですね、うん、お互い見合ってやっぱうなずけるような選手ですか。そうですね、まあ、ヨッシーは駅伝に強いランナーですよね、みんな本当、うん、そう、トラックというよりは、うん、まあ、トラックも強いんでしょうけど、はいはいはい、駅伝は相当強いランナー揃えてると思います。どうちゃんはそういう意味では、いや、僕も駅伝もちょっと強いと思うんですけど、はいはい、僕はやっぱこれからの成長も考えた、あ、ね、いずれエースになるかなっていう。なるほどね。僕はね、勝ちに行きましたから。ああ、なるほど。1年からこの1年メンバーで勝たなきゃいけないからね。なるほどね、うん、まあ、将来も見据えてってことね。まあね、どうちゃんね、まあでも強いですけどね。強い、めちゃくちゃ強いですから、ね、うん、しかもオールは2人とも一緒でしたからね。そうですね、うん、だから出した瞬間びっくりしました。あ、こんな違うんかと思ってね。うん、まあ言ったら今のメンバー全部強いし、多分だいぶ悩まれたでしょ。めちゃくちゃ悩みましたね。だからこの選手入れたい、あの選手入れたい、たくさんあったと思うんですよ。はいはい、一人だけ言っていいですよ。いいですか。はい、やった。よしからいきましょうか。僕はね、ちょっと青学になっちゃうんですけど、はい、飯田くんですね。あ、はい、泉中央から青学です。この方ね、稲駅伝、去年の稲駅伝で1区区間賞を取ってるんですよ、うんうん、ですけど僕の中でね、まだやっぱトラック特に強いイメージがあるんですよね、うん、なるほど、はい、ちょっと駅伝になると本来の力発揮できてない時もあるんで、うん、ちょっと今回は11番目になりました。なるほど、はい、まあ、それでも入ったらすごいでしょうけど、まあ、ね、絶対強いですよ。ちなみに入るとしたら何区が、まあ、やっぱちょっと往路で見たいですよね。往路で、はい、おお、熱いね。1区あたりですか、やっぱりスターターですかね。なるほどね、うん、わかりました。はい、では、どうちゃん、どうしても入れたかったもう一人は。はい、僕はもう永原選手ですね。ああ、そっかそっか。ヨッシーも入れてましたね、うん、もうさっきね、僕説明の中で織田くん世代トップとか言ってましたけど、うん、その織田くんが出現する前は永原くんだったんですよ。そうでしたね、僕の中では、うん、だからもう、そして力落としてないですし、別に3年生になってもね、うんうん、だから永原くんがやっぱ山も登れそうっていうイメージがあって、あ、やっぱ選びたかったですね、うん、なるほどね、はい、うんうん、どこでも走れそうですもんね。そうですね、わ、ね、うん、かりました。じゃあ先ほどね、ちょっとだけ2人言いましたけど、はい、キャプテンだったら誰ですか。キャプテンか、やっぱね、キャプテンシー持ってる選手っているじゃないですか、実際。そうですね、決まりました、お二人。はい、キャプテンシー、はい、じゃあよしからお願いします。僕はですね、折田くんです。あー、持ってそうね。うん、まあね、シュッとしね、うん、もう背中でも見せれますから、見せれる、うん、早いから、うんうんうん、しかもちょっとね、僕も実際会ってお話しさせてもらいましたけど、うん、はい、好青年だし、うん、礼儀正しいし、うん、素晴らしいもう青年だと思いましたね。キャプテンなりそうですね。なりそう、うん、本当に思います。どうちゃんも私ね、会いましたね、いい方でしたね、はい、うん、じゃあどうちゃん、キャプテン誰ですか、はい、僕は永原くんです。おう、長原選手、あ、入ってないけどね、入ってないキャプテンもいるじゃないですか。あ、そういうことね、そういうパターン、はい、もう長原くんはいろいろなレース経験してると思うんですよ、はい、もう若い頃から、うんうん、だからいろんなアドバイスができるんじゃないかなとか思ったり、うん、なるほどね、山も登れるし、ね、はい、長い距離もいいし、うん、短い距離もいいし、うん、だからまあそんな感じで。なるほど、入ってない人言うと思わなかったね、まさかね、選びたかった11番目の選手でしたけどね、はい、まあ、箱では16人エントリーされますからね。そうですね、わ、はい、うん、かりました、はい、いやでもね、この新1年生かなり強力です。だから今のこの選んだ人以外でもたくさん強い選手いますよ、選手ね、うん、いっぱいいますよ、うん、なんでこの新1年生入ってまた大学のその勢力図といいますか、うん、強さもどんどん変わってくると思いますけど、うん、新シーズンの大学駅伝楽しみです、うん、はい、それでは楽しんでいきましょう、応援していきましょう。本日はですね、新1年生で選ぶ箱根駅伝区間予想でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。